あの代わりのゲストとして、はい、藤森ゆりなちゃん、ゆりな間違えた、まいなちゃん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 にお越しいただきました。よろしくお願いします。私の事務所同じなんです。はい、そうなんだ。ねー、さっきが先輩だとちょっとかわいそうだね。あー、いやいやいや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、待って、今の放送事故だよね。ちょっとね、最近浮かれてますね。私たち、ちょっとなんかミュースさんが来ると緊張感が高まっちゃう、ね、しかも今日は、はい、ゲストモデルさんプラススタイリストさんだから、久しぶりのてんこ盛りだもんね。しかもこの2人が MC 残ってるのが ね、小屋にいないとね、なんかね、確かに一番冷静な小屋ちゃんのお休みだもんね。あと話しちゃう。頑張っていきましょうか。はい、じゃあ、はい、事務所とお願いします。はい、ミドル IT ソリューション企業タキエンがお送りするビューティー番組です。東京や仙台などで活躍する美容師さんやモデルさんを紹介したり、ヘアスタイルやビューティーのことを楽しくガールズトークしていこうという番組になっております。はい、美容室のお得な情報やおすすめのグッズ、ビューティー系のアプリも紹介しちゃいます。お気に入りの美容室を見、美容師を見つけたり、大人気の読者モデルの話が聞けたりと、おしゃれ好きにはたまらない番組になっています。はい、ありがとうございます。噛んでも大丈夫だよ、ね、絶対大丈夫、大丈夫。あの今までの過去分を見てもらうと、もっとひどいのあるから。もっと私毎週読んでるけど、まだ噛むから大丈夫。大丈夫、全然読めてる方だと思う。緊張してますか？ちょっと緊張しちゃってます。大丈夫、今日あの緩い感じなんで、ここはもうね、うん、すごい緩い感じなのでリラックスしていただいて、はい、お願いします。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、びっくりしてます。そう、意外にこんなに緩いなみたいな。ね、まあ、はい、今日はこの5人でやっていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。まずメンバーの自己紹介からしたいと思います。はい、はい、チャキこと平塚千秋です。よろしくお願いします。はい、サッキンこと浜田咲です。よろしくお願いします。はい、で、ちょっとお名前と、そうですね、はい、何か自己紹介。はい、はい、神々美容室初登場の藤森舞奈です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。モデルさんなんですよね、さっきと同じってことはね。そうですね、モデル活動、モデル業中心に活動してるんですけど、はい、今演技も、はい、ちょうど舞台を、はい、お本番中に。本番中なんですか？そうなんです、ちょうど今日は休演日だったので。よかった。ありがとうございます。大丈夫、帰るって大丈夫？帰らなくて、なんで言うなかったの？1時間だけ我慢してもらってね。1時間だけね、12時まで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まじちゃん、なんでだ、その舞台の宣伝とか何か。ぜひぜひよろしくお願いします。早速、カミカミのアプリじゃない、あ、間違えた、はい、すいません。本日はこの後すぐにヘアメイクの紹介が入りまして、はい、11時半くらいに、ゲスト紹介ですね、はい、すいません。久しぶりなのでね。そうですね。はい、マリオフロムロンドン。ロンドンでよろしいですか？はい、モリオフロムロンドン。あ、モリオ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 フロムロンドン。発音的にはどういう感じでしょうか？モリオフロムロンドン。モリオフロムロンドン。モリオフロムロンドン。さんから、細谷さんと井田さんに来ていただきます。お越しいただきました。よろしくお願いします。こんなにね、女の方の2人とかも揃うの本当に初めてなので。しかもなんか今日はアパッとありません？チャットの書き込みの、あ、チャットの書き込み、はい、すいません、そこできますね。受けましないとダメだね。いつまで違う時より走らっか。はい、でちょっとこれツイッターとかの書き込みがちょっと難しいということだったので、浜田からのプログラムだな、はい、
介 V を作ったので差し込み画像があるんです。実は書き込み方のあるんですか、はい、ここから、はい、作りました。はい、それをご覧いただきたいと思います。じゃあ書き込み VTR、はい、どうぞどうぞ。はあ、わかりやすいな。どうぞ。失礼します、ね、右上のソーシャル、ソーシャル、うん、ソーシャル、ソーシャルストリームを押していただき、はい、チェックインボタンを押します。黄緑の、はい、うん、そしてから、ここのツイッターのところですね、そこのアイコンをクリックしていただき、連続アプリを認証、連携アプリを認証を押していただきます。共有かスキップを選び、あ、そうするともうすぐに書き込む準備ができますので、そこの書き込み欄から書き込んでいただくと届くという、そういうシステムですね、になっております。これはツイッターからの書き込みのバージョンですね。そうですね、普通のチャットの場合はもうソーシャルネットをクリックしていただければ大丈夫ですか。普通のチャットの時はソーシャルストリームの右側のチャット、ソーシャルストリームの右端のチャットってボタンを押していただくとパソコンから書き込めるということ。あ、映ってますね、ツイッターの前に、あの、サッキンがツイッターから書き込もうとしてなかなかね、あ、そうですね、反映されなかったということがあって難しかったのかな、ね、うん、今の説明だとね、まあ10% ぐらいだったかな。あと、そうだね、3回、4回ぐらいね。大丈夫だと思うんで、皆さん、ぜひお待ちしております。はい、このやり方で、はい、お願いします。やっといけますね。はい、カミコミの、はい、紹介ムービーを流したいと思います。じゃあ、ここですね。いきまーす。VTR の振り一緒にお願いします。はい、せーの、VTR、どうぞ。次は、チェン、はい、神々ではいろんなコンテンツを実施しております。まず神々マガジンですね、こちら仙台限定のフリーペーパーとなっております。仙台の美容室情報などを紹介してお得なクーポンなども搭載しております。フリーペーパーなので皆さんぜひ手に取ってみてください。そして神々スタイル、こちらはビューティーの口コミポータルサイトとなっております。いろいろなお店の口コミやムービーなども見れちゃいますので、皆さんぜひ見てください。カミカミ TV、 こちらはカミカミ美容室の過去分も見れるし、 NG 集やオフショットなどユーストリームでは見れない映像も公開中でございます。 YouTube などでスマートフォンでも視聴可能となっております。さっきがよく見てくれてるやつですね。よく見ない、休み時間に、はい、カミカミアプリ、こちらヘアシミュレーションアプリですね。現在 iPhone 版、 Android 版合わせて約70万ダウンロードしております。ありがとうございます。アプリだけ一人歩きちゃってね、素晴らしいね。ダウンロードの方、はい、お願いします。はい、各種 SNS やっております。ブログ、 Facebook、 Twitter、 全てやっております。コメントやフォローの方をお願いいたします。はい、お願いします。全ては、はい、全ては神々、はい、で検索していただくと出てきますので、ぜひ見てください。はい、よく言えました、はい、やっと終わってきたよね。ちゃんとしなきゃと思った、やっぱ、ね、気持ちが大事やね。はい、そんなことでですね、はい、なんと神々のマガジン8月号が発行されました。今回はすごい、なんだろう、はい、今回はですね、ちょっとなんかエレガントになってますね。そう、スッキー系なんで大人っぽく進化しておりますけれども、うん、ちょっと中身の方をざっと覗いていきましょう。そうですね、はい、まず開けますと私たちがまだいますね。そろそろこの写真と移動しましょうか。そろそろね、撮り直したいですね。結構あのレタッチがすごい効いてるね。画像そろそろ撮り直しお願いします。はい、はい、ここまでね、ネイルとかも入ってね、あ、バージョンアップしますね。バージョンアップしてます。結構こう、なんだろう、見やすくなったかな、すごい、あ、見やすくなったと思いますね、これは。いいと思います。電子マガジンの方でもね、あるんですよね。そうですね、こちらは仙台に置いてあるマガジンなんですけども、はい、仙台の人気店によるヘアカタログが多数載っております。あと夏のヘアケア対策、はい、そしてネイルのページもネイルのページも
充実しております、はい、そしてこれが仙台の方じゃだけじゃなく、はい、全国各地で電子マガジンとしても見れるということで、はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、その URL は今日は用意されてない。はい、されてない。うっかり、すいません。カミカミマガジンで検索してもらえれば、はい、あ、もう、はい、そうですね、じゃあカミカミマガジンで全てこちらの電子マガジンの URL も載っておりますので、はい、皆さんそちらでチェックしてみてください。はい、はい、すごいよね、カミカミがさ、なんか今度あれでしょ。何ですか。あれにも出ちゃったりとか。どれにも。紙アプリ、なんか前深夜番組にあった、はい、オードリーの春日さんの、はい、紙アプリっていう深夜番組に紙のアプリが出たりとか。ちょっと置いてたんだよね、アプリ一人だけな。ドコモの、ドコモさんの CM とか起用されたりとか、ね、一人歩きしちゃった。頑張ろうそんな感じでね、こちら仙台の方もぜひ手に取っていただいて見ていただければなと、はい、お得なクーポンね、満載ですからね。そう、お得なクーポンはついてます。お願いします。じゃあこちら8月号になっております。はい、続いて早速行ってみましょうか。はい、大丈夫でしょうか皆さん。はい、大丈夫です。いろいろポイントなど聞きますけど大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、お願いします。じゃあいきますよ、はい、こちらのコーナー、ヘアメイク視聴会コーナー。はい、恒例の、恒例の、はい、今日はですね、モーリーオクロムロンドンさんに、はい、ロンドンさんに髪の毛をセットしていただきました、はいはい、そちらの方を、ね、ポイントなど私たち紹介していきたいと思います、はい、あとマイナちゃんがこの後、はい、生セットしていただくということで、はい、やっていただきます。よろしくお願いします、はい、でここからの変化をぜひ生放送で、ね、はい、アレンジさせていただきたいと思います。じゃあチェックからいきましょうか。はい、はい、実はもう私の担当の方がちょっとこの後もうお客様が入るということでお仕事に行かれたので、はい、もうさっと紹介だけしたいと思います、はい、マリオブロムロンドンさんのカンさんっていう女性の方にヘアアレンジしていただきました。はい、ちょっと立ってくるっと、はい、大丈夫、はい、はい、あ、高いね、高いね、背がでかいねはい、もうこんな感じで、なんかまず服が、まあ、重め、上に重めがあるので、あ、ね、はい、あのまとめてスッキリさせたいっていう要望は伝えて、うん、なんかこういじっていくうちに、なんかあ、このなんていうの、うん、ポンパじゃなくて、なんていうんだっけ、ポンパドール、ポンパ、ポンパでいいですか、ポンパがいいんじゃないかみたいなのって、うん、はい、でもちょっとポンパだけだと、うん、あまりにもちょっとクールっぽいなってなって、ここに編み込みがあるんです。本当や、ちゃっかりここにあるんです。ちゃっかりあるんです。ありますね、はい、はい、で、それで上手ね。後ろがもうすごいことになってて、ぜひ、後ろゆっくり見せて。はい、はぁ、なんかね、ニワトリのようよ。えです。いきます。
感じになりました。映ってましたか？映ってました。さっきは担当は、はい、私は稲田にやっていただきました。皆さん、ぜひあのポイントの方をよろしくお願いいたします。はい、はい、あのですね、すごい先ほども言ったようにこうデコルテがまず開いたお洋服っていうのと、はいうね、はい、今日エクステを外されるということで、はい、せっかくなんで、そうなんです、せっかくなんでこうロングヘアを楽しんだスタイル、うん、はい、ということでダウンスタイルにさせていただきました。うん、あとこう雰囲気がすごい女性らしくてセクシーなんで、うん、こうサイドにこうまとめてよりセクシーな感じにしてます。いかが？すごい、ね、すごい好きな感じ。仕上げていただきました。はい、ねえ、なんかあのネクステね、本当に2週間もないぐらいの、すごい早くない？1週間ぐらいじゃない？2週間ぐらいか、1週間ぐらいで、うん、でかみかみさんでこの間ね、あの浴衣だったしってことで、うん、今日はぜひあのおろしのスタイルということで、うん、こんな感じエレガントに仕上げていただきました。すごいかわいい。なんかこうすればこうなるよみたいなコツはさらにありますか？そうですね、あのやっぱ毛先までしっかり巻くっていうのがポイントですね。はい、そうです。すごいよね、あのこの後ろはこの例えばこういうスタイルって結構もう全部こっちに持ってきがちなんです、はい、これはわざとですか？ここそうです、ちょっとこう全部持ってきすぎるとボリュームがちょっとありすぎるかなって感じなので、はい、若干後ろにこう、はい、やってていいかなと思います。でも全部持ってきてもセクシーで可愛いですよね。綺麗、巻き髪がすごい、うん、すごい綺麗、生だともっと綺麗に見えるですね。あ、本当ありがとう、うん、ありがとう、OK。何ミリぐらいのやつなんですか？これは何ミリでしょう？結構太めですか？そう、太めですね。一番多分大きいやつです。38ミリぐらい。32ミリ、はい、32ミリで。こうなんかすごいあのね、見てる方にもまだしてもらいやすいかなと。見たことない。あ、そう、はい、あ、いやもう普通に1本で巻いただけなんですけど、はい、あと巻いただけじゃなくてちょっと手ぐしでこうほぐしてやると、手ぐし入れてるんですか？そうです、はい、巻いちゃってもいいですか？そうです、そうやっちゃって方がこう柔らかさが出ていいかなと思います。さっきよくやっちゃうもんね。あ、そう、すごいすぐやっちゃう、ね、よく咲いちゃうから、ね、はい、こっちの方がすごいちゃう、もう全然いいと思う。あ、でもね、さっき抜けたね。あ、よかった、ねね、よかったね。こういう感じにされちゃうとちょっとえ、ね、すぐ崩しちゃうからなかなか崩れないんだけどね、もしかしたらすごくなるかも、ね、でもすごいあのお好きな感じにしてた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではお待ちかねの、お待ちかねのマリナちゃんが、はい、実際に生アレンジ、はい、アレンジをやってもらいましょう。はい、細谷さんに、はい、アレンジしていただくということでお願いします。あ、はい、ちょっと質問いいですか？はい、どうぞ。中断していいですか？はい、細谷さん、はい、一回来ていただきましたよね？いえ、
これやっぱ長さがある人ほどやりやすいですね。そうですね。綺麗にねじれる。うん。ねじるだけで簡単。簡単です。簡単。私これいつも、うん、あの外にねじったりとか内にねじったりとか、うん、ちょっと分かんなくなっちゃうんですけど。そうですね。でも後ろに自分でこうやりやすい方向に。ねじっていく。今日は外ねじるですね。これ。うちにねじるとなんか猫っぽくなるんですよね。なる。ね、なるよね。そう、ちょっとポップな時はうちにやる。ね、ポップな時、うん、そう、気持ちがね。かわいい。で、もう後ろを、ここはゴムで留めちゃいます。はい。あの綺麗な部位。いい。はい。ねじった部分が取れちゃうので、はい、ねじった状態で留めてしまって、はい、ゴムでピンでも大丈夫ですか？ピンでもいいですけど、まあ、それかバレッタとか、ね、あのヘアクセがあればそれをこう後ろにこうバチンと止めてもらうと、あ、いい、かわいいと思います。バレッタいいですね。今日の格好だったらなんかバレッタとかね、あったらね、あるとかわいい。そうですね。あ、いいね。3分ぐらいできちゃうもんねすごいね、簡単にはい、完成ですかね。完成です。完成すごい、簡単。早かったですね。早かった。わかりやすい。誰でもできるんですか？あ、でもいい、すっきり、ね、私好き、さっきより好きね。うん、どうですか、ほら見てみてください。ねえ、かわいい。早いのに。早いね。なんか自分でもできますもんね。はい、ね、今度やってみたいと思います。ぜひ、なんかポイントありますか？ポイントはやっぱりあまり下から持っていきすぎないで、本当に鉢のちょっと上あたりの毛をねじって、で後ろに持ってきて、やっぱなんかヘアクセをつけると可愛いですよね。バレッタを探しに行きます。前髪長いからできるかな。そうすごい。いや、さっきはね、前目ちょっと下ぐらいなんですけど、うん、でも割と全然できちゃうね。あ、本当？うん。だけどやっぱこうすごい最後までねじり切れるのはこう長い人の方がやりやすいなっていうのはありますよね。うん。うん、そうです。前髪もこう垂らしても可愛い。ああ、ちょっとここ下ろしてですか？また違うイメージね、それ。確かに。ね。はい、やってみます。はい、ありがとうございました。そしてでは早速次いっちゃった、次行きたいと思います。はい、スタイリスト紹介コーナー。はい、ちょっとお待たせしました。お待たせしました。根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。はい、まずはお店の名前、モリオフロムロンドンの方の、はい、細谷かなこさん。はい、かなこさん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、スタイリスト歴は3年、はい、ということで、はい、で趣味特技ショッピングとお料理。あら、素敵。も料理はあの趣味という、あ、特技ではなく、あ、ご趣味でいらっしゃいますか？そんな、はい、何が得意で何を作られますか？たまに、うん、フレンチトーストとか。あ、いい。いや、料理ですよ。料理です。料理です。母の味ですか？母の味なんだ。そうなの。フレンチトースト。本当？すごい好き。はい。一押しヘアアイテムが柔らかくて動きのあるショートスタイル。ショートスタイルなんですか？得意なのは。あ、一押しか。一押しだ。で、ハイトーンのボブスタイルが一押しヘアスタイルということですね。はい。やっぱ今短い方が人気なんですかね。そうですね、やっぱり短く切る方も多い。夏に向けてですかね。細谷さんはいつ切られたんですか？ずっと短いですか？いえ、2ヶ月前ぐらい結構バッサリ。どれぐらいかな？それまでは結構伸ばしていて、胸ぐらいまであったんですけど、切った方が似合うよっていう風にうちの社長に言われて、バッサリいっちゃう。すごい。もうこのね、初めましてから、ね、初めましてっていうか、私は二度見ましたの、ね、着ていたんですけどこのイメージやから、うん、すごい似合ってはる。はい、そうですね。それはパーマですか？パーマです。ですよね。
2ヶ月前に、うん、あ切った時に、うん、すごいね。私も本当にこの前美容室行って、うん、日曜日か、うん、くらい金曜日、まあ、その辺に行って、うん、なんか本当に切る勢いで行ったから、そう本当でもこうなんか鏡の前に座った瞬間に、あごめんなさいやっぱやりますね。やっぱりやめちゃったんですね、うん、はい、そして美容師になったきっかけ、中学生の時に見ていた雑誌でヘアメイクさんに憧れて、あ雑誌でですか、あの当時あのキューティーとかすごい大好きで、それを見てなんかこうヘア特集とか、おしゃれな人の見ていいなって。でも今まで男性のスタイリストさん あのゲストさんが多かったんですけど、そういう人はほら中学校時代とかに自分で美容師に行ったらすごいいい感じにこうセットされたからみたいな人も多かったんですけど、雑誌も初めてだね。そうかも ね女性の方でも多いかもね、やっぱり。あそうなのか、うん、まあ、男性の方より雑誌とかやっぱ見るな、うん、あ そうだよ ね、うん、ね、はい、あなたにとって美容師とは一生勉強、はい、あー何ー読み上げられる、素敵これ読み上げられる、恥ずかしいですね。大丈夫だったら読ますから大丈夫、これみんな誰かもっともっと照れるから次読むから。ちょっと待って、ここもちょっと聞いてみて。それはどういう4文字熟語ですか？いや特にそういうことはないんですけど、はい、常にあの努力して勉強してないと、はい、ああ。まだ全然成り立てなので、はい、スタイリスト、あ、そうなんですか、まあ、3年ですけど、はい、まだ、うん、そうですね、うん、でもいいですよね、なんか、はい、私もあの、え、クセさんはおいくつとか聞いていますか？私は27です。あ、24ぐらいの時ですか？カッキンぐらいの時に、そうですね、スタイリストデビューしたんですね。ですよね、やっぱ皆さんそれぐらいですよね、はい、うん、私も友達すごい、あの一番の親友は美容師なんですよ、はい、で今スタイリストになろうとすごい頑張ってるんですけど、大変ですよね。大変ですけど楽しい、好きなら多分、ね、ああ頑張りますよね。確かになんか細谷さんに吸い込まれちゃった今。一回吸い込まれてもいいかもしれない。すごいね、癒される。はい、美容師の仕事の楽しいところ、うん、自分の作ったヘアスタイルを喜んでもらえること、うん、お客様に元気をもらえます、うん、そうだよね、それ一番だよね、うん、自分がこう作り上げるものか、なんかこう例えばこういうヘアスタイルだったりとかね、喜んでくれたら嬉しいもんね、嬉しいですね。そうですよね、でもあのイラッとするような感じに、そんなことないです。そんなことないです。そうやね、気に入らないでポイって書いてある。それでも大事ですよね、うん、でもね、はい、きっとな、ね、私みたいにあの嘘でもあーって言っちゃう人よりいいですよね。ねえ、ちゃんはどっち派？どっち？そっち派。あーやっぱり、はい、その気がする。しちゃいますね。ありがとうって秘密で言っちゃうタイプ。はい、一緒だった。ダメだ、私これ頑張ろう、ちょっとそういうふうに、そうだよね、言ったよね、でもはっきりし言った方がいいよね、うん、でも言ってないんだよ。これでなんかこう絶対鏡でなんか こちらになります、大丈夫ですかみたいな聞くじゃないですか。あ、はい。最初とは全然違う。でもあのお店とかだと私もやっちゃうよ。あ、本当？ショップとか、あの、あ、本当？そう、すごい、あの一人で帰れないときに、うん、あまりにも、私もショップダイしてたかわかんないけど、うん、向こうはもう必死やから、うん、あまりにこう、買わせようとしちゃうと、そうだよね、音楽聴いてますってやっちゃう。え、なに？音楽聴いてますってやるの？いや、イヤホン出して、あ、そう、音楽聴きますってやっちゃうの。やっちゃう？やらない。会話しないですね。いやって言っちゃいますか？あ、ただ見てますみたいな、うんうん、あ、私見てます、そうです、ああ。
からちょっと使いたいと思います。あ、そうですか。いきなりやるのはちょっと大丈夫ですよ。私たまに逃げ、やっぱり追いかけとして追いかけてましたよ。すごいだよね。すいません、男性心配。はい、アピールコメント、うん、はい、ヘアスタイルを含めファッションやメイクの話も大好きです、うん、シンプルだけどその人の個性を出したオリジナルヘアを心がけてます。あ、個性出してくれそうだもん。好きなんでこう、こういうのが似合うんじゃないのっていうぐらいでちょっと、アドバイスはされるんですよね、まあ、はい、素敵なんかね、すごい思うんやけど、男の美容師さんはね、うん、あの髪型を作ることに対してすごいあるじゃない。でもそれよりやっぱり女性の方って同じ気持ち、同じ目線でこうトータル的に見られることが多いんじゃないかなって。いられるけど、あのやっぱ男目線っていうか、うん、あくまで、ね、でもやっぱり女の方と同じ目線でこの人にはこう全体的にこうあるんじゃないかっていうのが思いついたりします。うん、そういうことです。そうですよね。いいこと言った。いいこと言ったよ。今まとめれた。やっぱ吸い込まれそうやった。いい、だからいいよ、吸い込まれてもいいんだよ。閉めれません。そんなまだまだ、はい、なんか今までやった作品とかで、うん、自分のそのヘアスタイルの、うん、作品とかで、うん、なんか、うん、なんだろうな、画像出ないもんね。なんかこれはなんか、その結構個性的な髪型とかありますか？刈り上げとかしたことありますか？あ、あります。あるんですか？女性でも結構やりたい人多い。本当は私たちやりたいんだよね。その辺だけだったら、ね、上からかぶってくれば隠れるんで。そうですよ。やりそうですもん、そのうち。なんかあ、やってました。あ、やってたんですか？はい、ずっとやっててこっち側ですけど、もう伸びましたか？ちょっと短い。すごい。あれってなんか伸び、ちょっと伸びてきた時どうするんですか？すごい気になってたんですよね。そのまま隠すしかないみたいな。ねえ、ね、3センチぐらい伸びた時どうするんやろと。一番嫌な時だね、多分ね、うん、隠すしかないよね。隠すのかな、まあ、でもすぐ伸びますもんね、うん、楽です、ね、耳かけた時にポイントになるの。あ、そうですよね。そんな全然ね、いかつくなりすぎないですしね、はい、ポイントだとね、うん、まりなちゃんやってみます。え勇気かっていう。私、違うもん、はい、伸ばしてみる。あ、でもなんかまりなちゃんがやったらちょっとアイコニックさんみたいな感じだからね。そうだ気がする。すごい、いかつくならない、うん、ザ・個性みたいな、うん、なりそう。じゃあ今度ぜひ、はい、検討してみます。ぜひ新体操そう。合わせ上手、合わせ上手、合わせ上手、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 上手。じゃあ最後にですね、はい、ちょっと無茶ぶりではあるんですが、はい、来てくれてるお客様に何か一言あればぜひ、はい、カメラに向かって一言お願いします。これからもより、すごい周りの人とか家族とか友人の人に褒められるヘアスタイルを作って、たくさん提案して喜んでいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お嬢さんでした。ありがとうございます。はい、発信できるかな。あ、私ね、うん、僕いつも今日お休みのこやちゃんっていう方の担当の方なんでして、はい、でも私がやります。お願いします。皆さんとね、はい、仲良く一緒にやります。お願いします。はい、では続いて、はい、井田ひとえさんです。はい、よろしくお願いします。井田さんはですね、スタイリスト、はい、じゃあスタイリスト歴が4年ということでですね、はい、趣味、特技がウェイクボード。もうかっこいい。かっこいい。趣味なのかどうかわからないんですけど、はい、ちょっと書いちゃいました。あ、ちょっと書いてるん
んですか。これはこれはちょっと海に含んでます。あ、また別に、はい、ウェイクボードってどういう感じでしたっけ。ウェイクボードはジェットで引っ張られて板つけてやるやつなんですけど、すごーい、かっこいい。高校生の時にやってまして、はいはい、ちょっと東京来てからはそこまでできてないんですけど、これからはもうどんどんやっていきたいなっていう。バージョンみたいな、引っ張られるみたいな。すごいね。スケボーもできるんですか。はできないですね。できないですよね。でもできそうだね。できそう。確かに。はい、じゃあ続いて音楽。はい。あといろんなダイエット方法を試す。はい。聞きたい。これじゃあもう特におすすめのダイエット一つ教えていただけます。おすすめですか。はい。一番おすすめは、はい、私が一番やって痩せたなと思うのは、はい、お酢ですね。お酢？はい。お酢？お酢料理を食べる。毎日。毎日。お酢しかダメ？あ、お酢しかダメじゃないんですけど、お酢の食べ物を食べた後に何か食事をするとか。お酢からダイエットみたいな。はい。食べたことある？お酢ない。ないね。ない。ないですよ。ね、ない。酢の物に一時期ハマりまして。はいはい、それを食べ続けてると、すごい痩せたんですよ。他何もしなくても。すごい太ってたんですよ、昔。そうなんですか。本当ですか。今もまだなんです。いや、遅い、全然。お酢を続けて何年。お酢そんなにないですか。そんなにですね。でも、お酢はでもラーメンの時も入れたりとか、結構いろんな油物の時結構かけたりします。でも、酢って何でも割と合うし、酢っとしますもんね。味噌ラーメンとかは合う。あ、うん、じゃあ酢はボトルで持ち歩いてましたか。そこまではしないですね。でもそれしたいぐらいの勢いですね。そうですね。ちょっと聞きたいなって思ったら。ちょっとね、思ってたね。はい、そして一押しヘアスタイルはトップからの少し強めのウェーブスタイル、かっこ毛先までカールがしっかりあるということで。そうですね。あ、しっかり。しっかりカールまでやる。トップからすごい。あ、結構これは割と強めな方なんですかね。そうですね、強めだと思います。そうですね。はい。あ、じゃあこういう感じ。緩めだと前だったですね。そうだな、確かに。それが一押しということで。はい。皆さん自身は、私は結構あるんですけど、はい、私は逆にちょっとくせ毛なので、はい、梅雨の時は逆にちょっとストレートして巻いたりとかアレンジを自分でしてますね。あの、ビューさんってやっぱり自分の好きな一押しがあると思うんですけど、うん、自分にはあんま取り入れないですか。そう、でも取り入れる時もあれば、うん、別になったりします。結構そうですね、自分のスタやりたい、まあ、スタイルとかでちょっと変わってきたりとかしてますね、うん、あ、そうなんですね。大丈夫です。すごい自然感が見せられた。あ、すごい見てるなーって。吸い込まれるのかな。逆に吸い込まれた。ビーチの吸い込まれたから次行きます。美容師になったきっかけは、はい、髪の毛をいじるのが好きだったから、人をきれいにして喜んでいただける仕事だから。はい、ズバリですね。ズバリですね。はい。なんか学生時代とか友達の髪の毛持ってそう。なんかやってきそう。持ってきそうだな、すごい。高校の時とか中学校の時やってましたね。やばい。髪切ったりとか。すごーい、親戚とかやってました。家で髪切ったりとか。やってそうやんな、すごい。細谷さんはそういうことありました。私は不器用だったんで、あれか、髪の毛あげたりとかもなかったですか。なかったんですか。なかったんです。すごいね。ね、あるよね。じゃあ、あなたにとって美容師とは、はい、人に感動を与えられる仕事だと思う、うん、見かけだけでなく内面も変えることができる人。本当ですね。素晴らしい。そうですね。これあれやね、いつも聞いてるけど、読むと頭に入ってこないね。なんかあの、わかる。読んだ方が入ってたけどな。ね、聞いてる方が集中できるよね。ごめん、もう一回読む。心から いよ、もう一回、うん、本当に読んでるし、みんな読んでる。でも内面も変わりますよね、うん、本当に全体的ってことですね。そうですね。あの、すごい昔ちっちゃい時暗い子だったんですよ。ええー、すごい。全然人に
美容室でやってもらって、すごいショートするのが嫌だったんですけど、お母親にもう短くしろって言われて、ショートにしたら結構いい感じになって、すごいこう内面的に明るくなれて、すごいなみたいな。で感動して、そこからすごい好きになりましたね。やっぱそういうきっかけが皆さんありますよね、それぞれね、聞いてると。はあ、じゃあもうお母さんのおかげですね。お母さんのおかげですね。お母さん、そうですね、きっかけがね、きっかけは聞いた方が似合うよ。そうだね。もしあのお二人に聞きたいんですけど、美容室なかったら何になってたかなと思います。私でも事務所系は絶対ダメだなと思って、はい、美容師になったから。アパレルとか。すごい好きです。服とかも好きなの。小瀬さん。私も、はい、座る仕事が多分美容師でもそういうの多いですよね。でも系統はなんか違うけど、なんかショップ店とか雑貨屋さんとかにいそう。雑貨屋さんいそう。売り場が好きなんですか。古着が古着屋さん。売り場売り子さんやろ。ショップ店員って、ね、ちなみに何してたんだろうね。わかんない。わかんない。多分接客だと思う。あ、向いてるね。あと受付とかいいんじゃない。やだ。立ちたい。あ、立ちたい。立ちたい。立ちたい接客。あ、じゃあ伊沢さんの姉ちゃんとか。どういうこと？違う？え、まやちゃんは？私はですね、スポーツ選手。何なんですか？そういうのは決めてないんですけど。なんかよくあの小学生のなんか将来の夢みたいな。オリンピックに出たいな。書いてましたか？書いてないんです。ちなみにスポーツ何してたんですか？私はダンスをやってました。お、はい、スポーツ選手じゃないです。でもね、上がる、すごい上がりましたよね、オリンピック選手。だってオリンピック選手は一番の親孝行と思います。私なんでなんでこれかな。ね、ちょっと間に合えんかな、おりちゃん、ね、でも卒アルにそれぞれみんな書いてたのってありますよね。あるあるある。叶わない、大体ね。大体私も書いてたの。やっぱ大体そういう感じじゃないですか。本当、聞いて、私の将来の夢。何でしょう。スチュワーデスになって、タレントになってモデルになるって書いてある。おー、素晴らしい。素晴らしい。でも1個かな。あー、1個無理や。まあ、それコスプレすればいいしね。まあね、まだ間に合うんじゃない。いける。はい、私のことは今、はい、あ、はい、でも雑誌やこれはこうやっちゃうじゃないですか。そう、雑誌じゃ。はい、そして美容師の仕事の楽しいところは、はい、お客様をきれいにして喜んでいただけた時が一番楽しい、うん、本人が気づいていらっしゃらない魅力を引き出したとき、やりがいを感じます。やっぱりそういうときって、はい、なんか例えばさっきぐらいのロングの方とかいらっしゃったときに、うん、あ、この子ショートとかバブぐらいの似合うのになとか思う人とかに勧めたりするんですか？切ったりしないんですか？勧めたりもしますけど、うん、でもそのお客様のでも意思が一番ですかね、うん、切りたいのか、長くしたいとか、うん、ロングでもその似合うバランスとかあるので、絶対ショートの方が似合うとかっていうよりかは、うん、その今どうしたいかっていうのをまず聞いてやります、うん、はい、それに近づけるの。そうです。でもある程度、でも似合いそうだなと思ったら言ったりもします、うん、切らないんですかみたいな。そうです。よくなんかこう長い方でも、まあ、下ろしてる方がいいとか、アップにした方がいいよとかってありますもんね。そうですね、そうです、その人によって、その人によって、そうですね、はい、おすすめしたりしますね。はい、では、アピールコメントね、うん、私が読むんですか、これは。私読んじゃいました。あ、私も読みます。一人一人のお客様の骨格、頭の形、ライフスタイルを見て、その人に合ったスタイルを提案させていただきますということで。骨格まで見ちゃう。はい、うん、どこ？顔ですね。あ、顔も、あ、まあ、肩とかもそうなんですけど、はい、私たちのお店ではまず頭の形をしっかり触るんですよ。一番初めに。やっぱ人それぞ
れ頭の形とこう顔の形が違うので、それに合わせたヘアスタイルっていうのをまず提案させていただいて、カットさせていただいて。頭の形見る、はい、あんまり聞かないもんね。ちょっと私触ってみてくれません？よろしいですか？すごいいいって言われるんです。あ、いいです。はい、いいですよ。でもすごい綺麗な頭の形の人は、後ろもね。エイリアンなんです、すごい。ここビューンって出てる。後頭部が。いいじゃん、外国の方みたい。すごい綺麗ですね。やっぱ触ってわかるんですか？わかります、わかります。例えばこうすごい後ろボリューム出ない人は後ろボリューム出るようにカットしたりとかしますね。いろいろあるね。はい、じゃあ、じゃあ井田さんにもぜひカメラに向かってお客様へ一言をいただければなと思います。はい、はい、では、はい、常に新しいスタイルをお客様に喜んでいただけるように提供していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに森尾フロムロンドンさんは女性の方が多いということで、結構珍しいですよね。そうです、ね、うん、ね、はい、そうですよね。そうです。あとちなみに場所は、場所は、はい、ちょっと出ますか。結構全国に店舗はあるんですけど、はい、北海道か。そうです、私たちの店舗は、すぐ、あ、もともと、あ、実際出ますね、ホームページが出てます。原宿の、はい、あそこは何の、原宿交差点、はい、ラフォーレがある、はい、交差点の隣の日中銀行の2階にあります。あー、下に場所いいね、すごい、都会。千代田線だと5番出口出ていただくと、はい、目の前に5番で、はい、5番出口、はい、わかりやすいね。でも場所もすごい、ね、あとお店がすっごい女の子が好きそうな可愛らしい感じって聞いたんですけど、何町って言いましたっけ。サンタフェ風ですね。サンタフェ風、ちょっとこうなんていうんですかね、柔らかい、オレンジ系の、はい、木とか使った、はい、サロン内になってまして、照明もオレンジだったり、こう白い照明ミックスしてあって落ち着ける感じの、はい、ホームページにもオレンジが結構使われてる感じ。オレンジはなんかお店のカラーなんですかね。あ、そういうわけではないです。ないじゃないですね。はい、うん、いや、しちゃいましょうみたいな。そうね。イメージ的にはでもそういう柔らかい感じの。もともとロンドンにお店がありまして、その後に日本にできたの で、はい、で今はちょっとロンドン店はクローズしてるんですけど、はい、今年またオープンしますね。オリンピックですね。はい、オリンピックで乗っかってね。そういうことなんですね。はい、そういうことですね。はい、ね、海外に店舗あるのって初めてじゃない？そうですね、ロンドンも研修ありますし、あとパリとかにも、フランスに、はい、行かれたんですか。カノさん、来年行きます。あー、いいなー。どれぐらいの期間行くんですか。2週間、結構行くんですね。南方の方をカットしてブローしたりとか。へえ、それすごい、いろいろな思いを抱えて、やっぱり、でも外国の方だとやっぱ、毛質も違ったり、いろいろね、勉強になりますもんね。全然違う。カラーとかも絶対違うしね。確かに、元からね、色が違うから。うらやましい。すごい。あ、なんか、はい、うちのプロデューサーがブログを見たらしいんですけど、はい、すごい、なんか、みんな仲が良さそうな、もう女の子が多いからなんですかね、スタッフさんも。ね、スタッフの中はすごいいいですね。あ、そうなんですか。男性スタッフもいらっしゃるんです。います。割合的には 7-3 ぐらいですね。だから女性、はい、ほぼ女性なんで。そうですね。で、行けるですね、女の人もね。いや、なんか逆に男の人もすごいハーレムな気持ちになる。ねえ、なりそう。行きたい人多いかもね。男性のお客様も多いですね。あ、はい、そうなんですね。私も男だったら行きたいもん。私も行きたい。ねえ、あんまなくないですか。あんま聞かないですね。出てもらったお店
際の男性が多いので逆ありますね、91ぐらいで男性で、なんかねあったあったあった、お腹なっちゃったかわいいでも大吉さんには聞こえなかったかなとかごめんね言っちゃったはい、そんなわけで、はいまあ、あと5分くらいなんですけど、もう5分早いねー、ちょっとせっかくやちゃんの担当でね、あ代わりに来てくださったまやちゃんにもね、うん、ちょっとなんか質問します、いろいろ、はい、よろしくお願いします。まやちゃん、じゃあちなみに今その舞台、はい、先にあのお知らせしてください、はい、ありがとうございます。今、はい、アクアスタジオにて、ゴージェットゴーゴー、うん、ボリューム5、はい、5が始まったの、はい、新作の涙のドラマティーニガールズにライバル出現という新作に出させていただいています。それが29日までやっていますので、ぜひぜひ、はい、アクアスタジオブログに詳細など見れますか、はい、もちろん書いてあります。はい、じゃあ、まゆちゃん何で検索すれば出ますか。名前で藤森まゆなで出てきます。藤森まゆなで、あ、今出てますね、よろしくお願いします。こっちね、あの見ていただいたら詳しく分かると思いますので、はい、皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。ゴージャット方法、私先この間の行きましたよ。あ、うん、本当ですか。本当、あ、でも、ね、いっぱいあるね。そうなんです。 C 払ったかな。そうです、今回も A、B、C とチームに分かれていて、どう、舞台やられる時もどう感じる、うん、ゴージェットは見に行ったことあるんですけど、うん、あの結構ミュージカル風、ね、歌って踊ってみたいな、はい、すごい楽しそうだと思う。楽しかった、すごい、うん、話ストーリーはまた変わるんでしょうか。はい、また新作なのに、ガラリというか新作でまた作っていて、それでコメディとミュージカル要素を組んでいます。はい。マナちゃんはちなみにあのどれぐらい演技の指導してからはどれぐらいですか。あの3年前に少し舞台にやらせていただいてたんですけど、本当に久しぶりの。あ、入ってちょっと入って。はい。なのですごいドキドキして、あの歌も初唱、初唱。初挑戦。初挑戦。初でも今はすごく楽しくやっています。いいなぁ、はい、ね、すごいおっとりしてかわいい。なんかそのおっとりさどっからなんですか、私選ばいいか思い出して。あ、浜田関です。身内ネタだね、それはね。そうね、なんかでも演技って、はい、チェキにも聞くけど、私演技が本当できないんですよ。でもあのやっぱね、アドルトね、はい、ちょっとバラエティ要素も捨てて、作るんだ作れるか分かんないですけど、まあ、2年3年後とかにはね演技とかもね挑戦していきたいなと思ってるんですけど、うん、なんかな、まゆちゃんもすごいおっとりしてはるやん。だからすごいなんていうの、わーみたいな、あのオラーみたいなキャラにも変更できます。実は結構この舞台ではオラ系、オラ系も出ちゃうかなって感じなんです。オラーマイナオラマイナオラマイナオラマイナ、はい、ちょっとそれさらに気になりますね。はい、ねえ、オラは想像できます。だって想像できないですね。ねえ、うん、やっちゃってます。すごいな、演技って本当深いよね。深いね。あ、そうなんですね。深いな。大丈夫、演技体が大丈夫、ここ、うん、大丈夫大丈夫、中でじっくりお話を聞きたいです。いろいろ聞いてください。はい、じゃあ、ね、そうそう、え、そんな時間？そうなんです。あと、いやー、早いなー。でも先に告知があれば。あ、はい、私はですね、福島ロケに行った模様なんですけども、うん、8月上旬って言ってたのがちょっと8月の後半の方に釣れるそうなので、また詳しくそちらの方をお知らせしたいと思います。あのですね、福島で地震あったじゃないですか、いろいろだけど、あのすごい1年経ちました。福島のすごいいいところいっぱい取材行ってきまして、なんか全然あのもう福島はすごい楽しめるというか、あの女の子がね、すごい行って、すごい美容にもいい場所だなっていうのを体験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 して体験でいいの、うん、体験
ームブログでやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。はい、はい、あ、私ですね。はい、8月5日渋谷ガールズコレクション出させていただきます、はい、皆さん、はい、ぜひぜひ応援しに来てください、はい、よろしくお願いします。あと何かあったような気がするんだけど、ブログで書きますはい、そちらブログで、はい、ブログで書いてください。はい、はい、そしてね、一応次回の放送は7月30日。ああ、7月終わっちゃう。終わっちゃう。早いね。本当に早いね。はい、となっております。はい。夏はもう終わりです。まだだよ。本当ね、7月が終わると一緒に終わっちゃいますね。海行きましたか？行きました。一緒に。うん、あ、一緒に。はい。仲いいんですね。本当に。すごい、それの日焼けです。なんかね、まだでも全然焼けてないですよね。私はない。全然もう完全防備で真逆な感じで、あ、ね、もう1回ぐらい行けそうですか。はい、もう一度ぐらい行けそうですか。あ、行きます、ね、行くんだ。美容師さん休みがやっぱ限られてるから。あ、そうだよね。うん、私新しい水着買ったのに全然行ってない。あった、プールかな、やっぱり。プールかな。私はあと多分10回ぐらい行く。10回は行く。え、どう見てる？まだ行ってないです。あー、もうダメダメ、行かなきゃ、はい、ね、終わっちゃうからすぐ。私はもう3つ買いましたから。何を？ビキニ。ビキ、すごい、はい、それ多分もう全部来たよね。まだ来てない。あの、やっぱそれを楽しみしながら7月はまだ7月中は全然あの違うの、今年勝てないと来ました。うん、楽しみね。はい、何分7月30日。